おっしゃー、じゃあ今日もね、ヨカウチ1のスイッチリメイクのね、大事点埋めていこうかなと思うんですけどもね、現状は 48%、もう半分やね、言うてね、どんなやつがおらんやろなーっていう、だらけと、お前どこにいんの？だらけととか、大森山のハイトンネル、なるほどなるほど、工事現場ザンバラと、桜ビジネスガーデン、工事現場なんよな、スポーツジムがないから。で、トドロキシシとかさ、今いたけどさ、こいつ漢字がトドロキなよな。なんかこいつかっこいいのよ。うわ、見て、茂みの中、雨の夜やってよ。グラグライオン夜。うわ、おい、めんどくさいやつやんこれ。いや、この辺集めたいけどな。いや、グラグライオンは確かな、全然仲間ならへんかったんだ。夜多いな。あ、夜多い、あ、夜多い、夜多い。夜一気にガッツリ捕まえに行くか。まあ、昼限定のやつもちょいちょいいんのか。まあ、ただやっぱり夜がね、基本的に多いね。あ、多い多い多い、夜多い、夜多い。やっぱ妖怪って夜出るもんやからか。これ夜めちゃくちゃ多いわ夜めちゃくちゃ多いわ。なるほどね。一旦夜探索するのがいいかな。夜探索してみよう。無理壁が進化や。おお、無理だ城。めんどくさいからなこいつ。スリーからあの御影石かなんか必要で。はい、大事で待った。よしよし、レベル進化のやつらもね。うわー、来たー。つー、グラグラ4やっと来たー。お前やっと来たー。お前やっと来たグラグラ。お前メダルドアップすぎやろお前メダル、お前顔で収まりすぎやろ。さすがにもっとあったやろ、なんかいい感じの距離感あったやろお前、それ写真撮影の時に。おお、大して埋まっていく。なるほど、そこで埋まっていく。おお、来た、仕切るんじゃ。こいつも確かな、友達になってなかったんで。学校にいるレア妖怪が、グラグライオンは別にそんなレアでもないんだけど、まあ捕まりにくかっただけでね。学校の中で出てくるレア妖怪が確か、歌舞伎猿と三途の犬、この2体が結構レアらしくて。で、歌舞伎猿に関しては、あれは、あれ歌舞伎猿じゃねえか。歌舞伎猿に関しては、学校の1階に出るらしくて、三途の犬に関しては3階に出るらしい。だからちょっとね、その2体をゲットしていきたいんですけど、ヤマトも持ってないんや。おう、ヤマトてか、おにぎり、おにぎりか。あ、天むすってな、あ、ちょっと天むすってどこで買えんやろ。え、天むすってなかったっけ、ワンの頃。いくらがマックス、天むすしか、天むすの場所が分からへんねんけど。まあ、いくらで、いくら仲間なってくるかなこれ。いくらで仲間なってくれたらいいねんけどな。あと、そうやな、腹踊りじゃなくて、何だっけ、こいつ、横取りか。ああ、横取りをパーティーに入れて、レベルアップ進化を待ってます。そして、歌舞伎猿は袋地でないと。まあ、1回出るらしいんで、まず歌舞伎猿から。で、次、三途の犬。ゲットできたら三途の犬もゲットしていきたいなと思うんやけど、まあ、なんせね、見つからない。そして、プラス、捕まりづらいっていうのがあるから、ちょっと難しいねんけど、ちょっと粘るわ。あ、これ歌舞伎猿や。あ、これや、これ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 。で、多分歌舞伎猿も多分さすがにおにぎりやと思うんですよね。はい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 。ただね、いくらおにぎりしかないからな。これで仲間になるか分からへんねんな。マジで仲間になってほしい。歌舞伎猿、あ、マジで出てこなかった。マジでさ、階段、学校の階段を1階から2階行き来してたんやけどさ、今何分ぐらい経った？ 2、30分ぐらいかな。出てこなかった、マジで、全く。横のヤマトはめっちゃ出てくるんだけどな。歌舞伎猿マジで出てこないから、ちょ、マジで来てほしい。ちょ、頼む。来い、来て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 。おー、まあまあまあ、とりあえずヤマトはゲットできたな。お前さ、なんか、顔にさ、歌舞伎猿の色で塗ってさ、歌舞伎猿っていうことにしてくれへんか、お前
お前顔に色塗ってお前が歌舞伎猿っていうことにしてくれないか。それじゃダメか。さすがにダメか。最悪やマジで。これやっちゃうのよな。もう手が機械化してしまって、今一瞬歌舞伎猿見えたんよ。その時にはでももう遅かった。止まらなかった。ちょっと最悪や。柱の後ろに隠れとったんやけどマジで。一回行けば止まるっていう動作をしないといけないね、やっぱりね。ちょっと今の完璧に流れで行ってもうた。もうこれあるある。来たー来たー。さあ来い歌舞伎猿、いくらおにぎりで。いやこいつさやばいわ、こいつやばいです。あのまず最初に出すのがめっちゃ大変。うん、こいつを呼び寄せるのがまずめちゃくちゃ大変で、でもその後何がもっと大変かって、あのこいつが仲間になるのまず大変。うわーでもこれ書き音出ちゃって、ちょっと あまりにも うれしすぎて。これやばい、これ熱い。おにぎり、ハート、そしてモテまくるからの、もうこれは来るしかないよね。これ来るしかないよね。もうこんなん。これマックスよ、これ。とてもいい配置。ドゥイー歌舞伎猿来たー歌舞伎猿。お前、よう見たらあれやな。ヤマトと色っていうか、模様ちょっと違うな。ヤマトに色塗っても、多分お前にはならへんじゃな、これ。多分ちょっと違うかな、若干。若干違うな。うん。きたー、こいつはマジレア、こいつマジやばかった。結構その時間かかった。まあ出会った回数的に言ったら多分そこまでめちゃくちゃその回数出たら時間かかってないんだけど、あの出るまでがめちゃくちゃ時間かかった。ってことで次はサンズのインですね。多分ここにいんね。うん、この辺に多分またこういう感じで出たり入ったりしたら、あーそうそうそう、そこにサンズのインが出てくるはずなんで、次はちょっと難易度の高い、また、サンズの犬、ちょっと狙っていこうかなと思いますわ。あ、サンズの犬、サンズの犬、いる。こいつの好物は、何？中華か。オッケー。了解。中華は、結構それなりにあるから、多分、なんとか粘ったらいけると思う。なんか、オロチ結構、なんか、強いな。強いわこれ。多分サンズの犬あれやわ、歌舞伎猿より強いやこれ。普通に危ないわ、気をつけよう。さあまずは一発目、うん、来てくれるのか、これで来てくれるのか。はい、うん、まあそうよね、まあまあそう、そんなもんですよね。よし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 、2体目、2体目、来た。よし。まあ普通に普通に考えて、歌舞伎猿の時は天むすがなかったから、なんか多少仲間になりやすいっていうやつを使ってたけど、今回この中華に関しては仲間にとても懐きやすくなるみたいな、もの使ってるから、さすがに歌舞伎猿よりかはなあ楽に手に入ってほしいです。あでも歌舞伎猿ちげえわ、でもハート来たわそや忘れてた、あいつハート来てたんや最後に。ハートやっぱでかいな。うん、とか言ってたら来ちゃったんですとかあいつら来ちゃったんです。サンズの犬きたー。よし、あこれで人面犬のメンツは全員ゲットやな。オッケー、まあ、これでね多分学校に出てくる妖怪は多分全部ゲットできたと思う。うん、多分できた。うん、おー来たー、プルファント。まあ、こいつもねなんか夜の学校の茂みにしかおらない。でかいなお前も。なんかワンのやつ全体的にメダルに収まりきってないんやけどなんでさドアップで撮ってんのみんなみんなドアップなんやけど顔ギチギチで収まりきってないっていうな。他にもなんか夜限定の妖怪が結構いるらしくて、そいつらをねちょっと捕まえていきたい。だーカラカラさんはもう持ってたような気がする。カラカラさん持ってたなこいつ。いや本当はねシワクちゃんとかもここに出んのよね。シワクちゃんとかあと結構いろいろ持ってない妖怪もね出てくるから、そいつら欲しいなと思うねんけど、
なかなかやっぱ仲間にならへんな。あ、銀閣とかね。そう、銀閣とか。こいつ確か、何やったっけ、牛乳やったっけ。銀閣、銅閣持ってる、プラチナ閣持ってんねん。だから銀閣がおらんねんけど、銀閣と金閣がおらんねんけど、だから銀閣2体ゲットしたいのよ。だからこいつらも捕まえたいなーと思うんだけどな。結構博物館の夜でしか出てこへんやつも結構おるね。あと、あれやな。名前忘れた、あいつ。弁慶、からくり弁慶とか。あの辺もちょっとね、極道もここにおったよね。本来であれば俺も何て言うか、あいつ。ヤンキーのやつ、ヤンキーのやつから進化させようかなと思ったけど、ここに極道おるから、ちょっと極道捕まえた方がいいやと思って。うん。で、ヤンキーの方は、ちょっとワルリン。ワルリンじゃねえわ。毎回間違える、バーザルと。名前なんやったか、あいつ。ワルニャンか。ワルニャンの合成素材として、ちょっと使っていこうかなと思う。そう、ここのやつら、この3体も全員持ってないね。で、こいつら全員博物館の色に出てくるから、欲しいね、全員。結構埋まる、ここで。おー、来た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 。まずは天の弱。はい、天の弱。まずは天の弱ですね。で、こいつの信号三兄弟は全員揃ったところで OK。 よし。あとはやっぱね、からくり弁慶、極道、銀閣、この辺横で捕まえていきたいんやけども、あー、カラカラさん、ちげんだよ、さとりちゃん。その横にいたからくり弁慶が欲しいね。さとり、お前持ってんねん、もう。ちゃうんよ、お前じゃないんよ。持ってなかったわ。やった。おー、来た、銀閣。まず1体目。もう1体欲しいのよな。もう1体。銀閣。こいつを2体ゲットして合成することによって、金閣にできるから。もう一体欲しい。そしたらこの何々〇〇角シリーズは全員 OK。 うん。で、あとはからくり弁慶ですね。あ、銀閣いた。あとからくり弁慶が一生来ないですね。あと、ここでからくり弁慶ゲットできればもう博物館は一旦終わりかなって思うんだけど。おー、シュワクション来た。よし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 。シワクちゃんは多分まだ仲間なってないよな。で、あと、あれ、オイランに進化させるための生命のお城やね。生命のお城はどこでゲットできんやろ。なんかガリ王子も、あの雪王のマントあんねんけど、あれ2と3で結構入手難易度高いんだけど、1はなんかサブクエでゲットできるらしいのよね、そのアイテムが。だからもしかしたら生命のお城も、生命のお城も またどっかのサブクエかなんかで、まあ、ゲットできる可能性はあるんじゃないかなと思ってるけど、どこでゲットできんやろ。おー、よし、銀閣2体目。よし、これで合成して金閣にできると。うん、よし。じゃあ後でお寺持ってって合成するか。で、その前にからくり弁慶がマジで捕まらん。からくり弁慶がマジで捕まらんし、極道も全然捕まらん。この2体をどうにかしてここで捕まえたいんだけど、マジで捕まらん。おお、来た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 、からくり弁慶。やっとや。からくり弁慶。こいつ、何体買ったやろ。何体買ったかわからんぐらい買ったぞ、もう。よしよしよし、弁慶も、コンプリートと。で、まだでもね、ここで終わらないんすよ。何かって言ったら、極道さんが、いるんですよね。まあ、一応俺、持ってんのよ、極道の進化前は。だからレベル進化させたら進化できんねんけど、さっきも言った通り、あいつなぜかワルニャンにも使うから、この辺で一回捕まえときたい。うん、なんで捕まえます、頑張って。こいつ捕まえて博物館終わりにします。はい、なんでやねん。なんでやねん、お前。やっぱあれやな、妖怪ウォッチ1は一回仲間にしたやつ、めちゃくちゃまた仲間になりやすいな。いや、これ割とあると思う。一回仲間にしたやつ、すぐもう一回仲間になる。むしろ逆で、逆は、全然仲間にならへん。仲間にしてないやつを頑張って仲間にしようとしても仲間にならへん、ほんまに。やばすぎる、これ。おっしゃー、やっと来たー、極道。オッケー。
極道。めっさ時間かかった、マジで。もうこいつら全員ゲットするのにどんだけ時間かかったか。よっしゃー、オッケーオッケーオッケー。これでちょっと夜の博物館は終わりかな。うん、さてさてさてと、じゃあこの銀閣と銀閣を合成して金閣にしましょう。よし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 。おお、充血してるね、目がね、真っ赤っかですね、目が。これで銅閣、銀閣、金閣、プラチナ閣の全員が揃ったと。うん、でまあ他は特にまあまあまあ今んとこはうんないかな。よし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 。おお、 54% シルバーいってるわ。 50% 超えたか。おお、もう残り半分。まあ序盤はね、序盤というかまあ終盤ぐらいまではそれなりに簡単に手に入る妖怪を集めてったら、パーセンテージは埋まってくからね。もう後半ですね、問題は残り 90% あたりがほんまに埋まらんくなる。もう真打ちやって、真打ちの大辞典埋めて分かったけど、残り 90% が一番きついとりあえずそこまではサクサクっといきたいんだけどね。じゃあね、まあ妖怪集めもしたいねんけど、サブクエとかも結構頼み事やね。もうやっていきたいんで、こんなにあるんですけども、とりあえずじゃあマップ上に映ってるさ、青旗どんどん喋りかけてみるか。正直ね、この辺もね、昔適当に受けてどんなクエストを受けたか全く覚えてないのよね。だから喋ってみないと分からへん。でも手に入った、何がや。でもなんか手に入ったらしいわ、うまそうなキノコ。ちょっと何のクエストなのこれこれを、これがあれば新商品を作れるわ。あなたのおかげをありがとうね。こうして喜んでもらえると頑張った甲斐があったというものです。しかしキノコでどんな新商品を楽しみなような、怖いような気分ですね。やばい、全然何か分からないけど解決しました。まあこういう感じでねこういう感じで、ね、あれ俺いつこのクエスト受けたやろみたいなクエストをちょっとどんどんね、解決していこうかなと思います。はい、おい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 、ガブ飲みしてるやんお前のりちゃん。あー、裏狩りだからって牛乳じゃダメよ、糖分糖分これ何、コーヒー牛乳かな。やば、もうカラッカラやろそんなそんな飲む勢いよく。もうしかもここな、クエスト2個あんねんな。こっちの人から話しかけてみようか。芸人の彼女、何芸人の彼女、あはは、何をしているんでしょうか。あ、変なとこ見られちゃった。私の彼、お笑い芸人なんだけど、ネタが受けなくて自信をなくしてるの。だから私だけでも笑ってあげたくて笑う練習をしていたのよ。お前でもあんま作り笑い、なんか逆に虚しい感じするけどな。でも本当に面白くなくて。じゃあ、お前がじゃあ、その彼氏のためにやってあげられることは、無理やり笑うんじゃなくて、そのネタ面白くないよって言ってあげないと。うん、そのネタ全然面白くないよって。お前がもしその作り笑いでね、彼氏が逆にちょっと勘違いしちゃって、このネタあやっぱ面白いやってなっちゃって、そのままどん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 おもろくなくて売れへんくなってくから。なるほど、なるほど、これはなかなか深刻な問題ですね。どんなにつまらないネタでも笑える方法知らないかな、それいいの、考えてくれるのありがとう。そうだ、よかったら彼のネタ見ていって、まだお得意の中にいるから。そんなに面白くないのかな。そうですね、私もどれほどのものなのか興味が湧いてきましたこいつなかなか、ま、別に悪気はないやろうけどな、なかなかひどいこと言ってるの気づいてるかな、こいつか。うん、やはり挨拶は原曲、いやしかしお笑い芸人って書いてあるわ。お姉さんが言ってた芸人の彼氏さんってこの人かな。そのようですね、ネタの練習中みたいですから拝見させていただきましょう。どうもビッグな芸人ビッグマンです。まずはおもんないと。聞いてくださいよ、この間近所の猫ちゃんが可愛かったんですよ。なので餌をあげようと近づいていったんですね。そしたらなんと引っかかれちゃったんです。ふざけんにゃーって話ですよねこれだこれならいけるなんかあれやな、お笑い芸人というよりかは可愛いアイドルがやってたらなんかちょっとウケいいかもしれんな。ふざけんにゃーって感じですって言って、まあアイドルがやってたら案外ちょっとウケいいかもしれん。そのネタかなり重症ですね
これは妖怪の力を使うしかありません。笑うつぼを連れていきましょう。どんな妖怪にかかればあの妖怪にかかればどんな寒いギャグも爆笑です。笑うつぼだったらお昼頃にどんこ行きあたりで見つかるはずです。早速行ってみましょう。俺持ってないか。俺笑うつぼ持ってないんかな。持ってなかったっけ。はい、あ、ほらほら持ってた持ってた。お彼氏お待たせ、ごめんよ遅くなっちゃって。うん、私も今来たところだから。銭湯で待ち合わせしてんの。そうだ、ついに俺はやったよ、最高のネタ思いついたんだ。え、ちょっと待ってちょっと待って一回笑う準備させてって、無理やり笑う準備させて、うん、いいかい、言うよ。あ、お前ハードル上げんな。本当にいいネタが思いついたんだって言った後にいいかい言うよって言うと、なんかまたちょっとこっちもな気引き締めなあかんから笑いづらい。今です、早く妖怪を呼び出そうです。俺の友達出てこい、笑うつぼ妖怪メダルセットオン、頼みます。ははは、笑ってしまえば悩みも解決、それ笑いのつぼついちゃうわら。お猫に引っかかれてふざけんじゃん。どうだい、最高できたらやめとけ。ちょ、これマジで良くない方向に行きそう、この笑い芸人さん。これ絶対これ面白くないくなって、これでマジでこの前とマジで面白くなくなってしまうから、まだここで引き返してたのに。はは , 笑える、つまらすぎて逆に笑える。え？ありがとう、こんなに笑ったの久しぶりだわ。よかったのかな。つまんなすぎて笑える。彼氏結構今傷ついてんじゃん。まあ本人が満足ならよろしいんじゃないでしょうか。気まずい空気になるより笑いながら事実を知らされた方がいいです。まあまあ確かにな、確かに逆にその滑りすぎておもろいみたいな、そういう状況もあるから、そういう状況なのだから、その方が彼の芸のためでもあります。そういうものなのかな。最高最高、寒すぎるわ。いや、ちょっとかわいそう、彼氏がかわいそうになってきた、さすがに。お前言いすぎやろ。どう彼氏、はあ。完璧に折れた。もう彼氏が完璧に折れた。あそこまで寒いギャグは想像できるものではありません。あれも一つの才能なんでしょうかね、よくわかりませんけど。解決なんや。あれ解決なんや。解決していいのかな、それで。じゃあ次こいつ行くか、ミカちゃん。ボス、もしかして今暇なら鬼ごっこでもやらね。みんなで逃げたり隠れたりするから頑張って捕まえてみな。ずっと隠れてるのもきついからな、制限時間決めとく。あと全員見つけるのは難しいだろうから、ある程度の人数捕まえたら勝ちでいいよ。どう、楽しそうだろう、今すぐやるか。はい、じゃあみんなで隠れるから目つぶって準備しててな。どこ、え、銭湯で、え、銭湯で鬼ごっこすんの。あ、ちげえわ。5分以内に6人捕まえろ。はい、あ、はいはい、範囲は、範囲どれぐらいの範囲、結構広くね。あ、お前かかさしてる。めぐちゃん。お前雨の日にかくれんぼやるもんじゃないな。もう何を、あんた手加減しなさいよ。傘さしてたらバレますわ、バカ。てか雨の日にかくれんぼってワンパクすぎん、さすがに。もうちょい火考えろよ。室内で遊ぶとかせえへんの、この辺は。あ、誰かいるな、お前全員。あのさ、全員雨やからさ、傘さしてんねんか。めちゃくちゃ分かりやすいわ、こいつら。ここにもいたわ、傘のおかげで多分これ気づいたわ。あ、前田さんや、負けたわ。オカルト研究部の人や、オカルト研究部の人。オカケンのクエスト、あれやったっけな、俺ワンのオカケンのクエストやったっけな。ちょっと何のクエストやってて何のクエストやってないか分からへんわ、覚えてない。さあ、あとどこにいる、あと3人4人か4人か、この辺にいそう、いないか。あ、いいひんな、あ、いた、めっちゃおる、めっちゃおる。あ、守る、ち、追いつかれたか、仕方がない、負けを認めてやるぜ。ちょ、待って、もう一人おった、もう一人、ちょ、あいつ追いかけよう。どこ、いた、くっそ、捕まったか、次は絶対負けないからな、鉄平。ちょ、待って、もう一人いたな。もう一人だな、一人見つけたらもう一人見つかる方式なのこれ。おい、待て、
この私を捕まえるなんてあなたやるじゃない。は？なんか傘が透明、あ、ビニール傘がびっくりしたバグったかと思った。ちくしょう、私が走りで負けるなんて。全員捕まえた？うえー、あと誰がいたんやろうな。多分これクラスのメンツが全員揃ってたな。いやー足早いな、また一緒にやろうなおいのりちゃん、あれやわ、運動後のコーヒー牛乳飲んでるわ。運動前のコーヒー牛乳と運動後のコーヒー牛乳飲んでた。この子やってみるか。どうしたの、なんだか元気ないけど。最近僕のおばあちゃんが困ってるみたいなんだ。毎日お昼も夜もいたずら電話とかが携帯とかにかかってる来るみたいなの。妖怪の仕業ではなさそうですが、だから家にいても落ち着かないからって出かけちゃうことが多くて、遊びに行っても家にいないんだ。なんとかしてあげたいけど僕にはどうにもできなくて。ねえ、何かいい方法ないかな。え、警察に言ったら警察に言ったら、それは本当に。うん、まあやってみるよ。そういえば君のおばあちゃんの家ってどこかな。小日向駅の近くの自転車屋さんのそばだよ。妖怪の力を使えばなんとかしてあげられるかもしれませんし、ひとまずこの子のおばあちゃんの家に行ってみましょう。電話なんていらない。うん、どこ、ここか。留守のようですね、困りましたね。仕方ありません、もう一度あの子に話を聞きましょう。おばあちゃんの居場所に心当たりがあるかもしれないですから。なんか徘徊とかしてない、大丈夫？そ、ちゃんと意思を持ってあの出かけてる。なんかボケて徘徊とかしてないよな。ちょっと怖いけど。やっぱりおばあちゃん留守だった。おばあちゃんの行きそうなところか。うん、そうだな、僕のお兄ちゃんとお姉ちゃんも気にしてたから何かしてるかも。時々おばあちゃんの家に行ってるみたいだから、今日もおばあちゃんの家に行ってるかもしれないから行ってみてよ。さっき行ったんやってな。あ、今行ってきてん。ちょうど数分前。お前てかこの距離やろお前この距離なんやったら来いよ。お前も言うてすぐ10分20分ぐらいやろこれ。10分もかからんやろ。お姉さん、あら、弟の友達なのかな。私に何か用？あ、おばあちゃんに用事なのね。私たちのおばあちゃん今日も留守みたいなのよね。あのどこに行ったかわかる？静かなところが好きって言ってたから、多分人気のあんまりいないところに行ったんじゃないかな。あ、そういえば前に桜ニュータウンの河川敷でおばあちゃんがベンチに座ってぼんやりと川を眺めてるのを見たことがあるの。もしかしたら今日もあそこに行ってるのかも。うん、こっちは？ん？この家のおばあちゃんがどこに行ったか知らないかって？ああ、俺たちも探してるんだけど家にはいないみたいなんだよ。うん、おばあちゃんがいるのは桜ニュータウンの河川敷です。あ、行ってみましょう。桜ニュータウンの河川敷ね、了解しました。行ってみましょうか。じゃあここか。 おばあちゃん、おばあちゃん早まるな、飛び込むな。おや、孫たちが心配して私を探してくれているのかい。そりゃ悪いことしたね。家にいても携帯や電話がうるさくて落ち着かないから、ここなら静かだし顔を見ながらのんびりしていたのよ。でも雨の日やからさ、おばあちゃん、あの川のね水位が上がるから、ここからちょ、もうちょい離れよ。うん、ここから離れよ。もし、あの、もしかしたらなんとかできるかもしれないんです。家の前で待っててもらえませんか。あら、そんなことできるの。なんとかしてもらえるのは助かるけど。わかったわ、じゃあ家の前で待ってるわね。あとはどうやって電話を止めるかですが、そうだ、妖怪電波小僧がいれば悪い電波だけを食べてもらいます。おばあちゃんの悩みは解決です。お家に連れて行きましょう。電波小僧か。うん、え、待って、電波小僧はね、俺多分ね持ってないんですよ。でもなぜか電人は持ってるんですよね。はい、来たー、電波小僧。よし、電波小僧。俺なんで電波小僧持ってなくておでんじん持ってんやろな。どこでゲットしたんやろ。まあいいや、ちょうどね時点も埋まるんで。はい、オッケーオッケーオッケー。発電神もおんのか。発電神ってどこにおんやろ。言われた通り家の前で待っていたよ。うん、ありがとう。さあ準備はいいですか。はい、電波小僧の力を使って悪い電波を退治しちゃいましょう。どうなる。おばあちゃん、あ、いっぱい集まってきた。よかった、家に戻ってきてるみたい。やれやれ、心配したぜ。おや、心配してきてくれたのかい、すまないね。あ、電話鳴ってる。はあ、また電話だね。こんな調子じゃ家ではゆっくりすることもできないね。おばあちゃん、これはちょっとひどいね。まあいたずらばかりでもないから仕方ないね。おばあちゃん、あれかな、なんかそういう老人ホームのな、勧誘とかな、まあ詐欺とかもあるやろうけど、なんかそういう電話めっちゃかかってくるらしいしな。そうだ、
このお兄ちゃんならなんとかできるかもよ。はい、任せてください。本当かい？とりあえずやってみるよ。本当にうまくいくのかな。妖怪の力を舐めてはいけません。いたずら電話の電波だけを食べるようにするなんて朝飯前です。さあ妖怪呼び出してください。よし。これみんなに見られながらやんの？これもちろん隠れてあった方がよくない？頭おかしいかと思われる。これ俺の友達出てこい電波小僧、妖怪見るセットなんかこの子時計に話しかけてるみたいな、腕時計に話しかけてるよってなるくない？お前の電波ビンビン感じるぜ。悪い電波はビンビン消しちゃうぜ。おてか、こういうこの妖怪がさ、ちゃんとその妖怪のその能力をさ発動してんのってさ俺結構初めて見るかも。なんかないよなあんまり。なんかその取り付くぐらいしかなくない？電波構造がちゃんと電波食うみたいな、あんま見たことなかったわ。お、電話が鳴りやんだぞ。あら、まあ本当だね。やった、すごいや。おばあちゃんよかったね。これなら家でゆっくりできるね。僕もっとおばあちゃんの家に遊びに行くね。私も俺ももっと顔出すようにするよ。みんなありがとうね。てか別に電波食うんやったらもう引っこ抜いたらよかったんじゃない？電源うまくいってよかった。妖怪の力を使えばざっとこんなもんでウィッス。はあ、ちゃんと食うねんな電波小僧って。電波小僧も新しい食事所ができて喜んでますよ。しばらくは大丈夫そうですね。えこの家に取り付いたんかお前？いるんかな？え、これもしかしているんじゃね上に？あ、おらんかったわさすがにおらんかったわ。